こんにちは、川島屋です。この動画ではご自宅で手軽にできる桃の葉ローションの作り方を紹介します。桃の葉ローション作りに必要な材料は、乾燥桃の葉 5g 程度、水 500ml、 容器スプレータイプの容器がおすすめです。桃の葉ローション作りには全部で4つのステップがあります。ステップ1、鍋に材料を入れる。ステップ2、沸騰させて煮出す。ステップ3、煮汁を冷ます。ステップ4、煮汁をボトルに入れる。以上4つのステップで、上質な桃の葉ローションが出来上がります。それでは実際に桃の葉ローションを作っていきましょう。ステップ1、鍋に材料を入れる。水 500ml と乾燥桃の葉 5g 程度を鍋に入れ、中火にかけます。やかんで煮出す場合は、桃の葉をお茶パックに入れて使うと後片付けが楽になります。ステップ2、沸騰させて煮出す。10分間ほど沸騰させて煮出し、火を止めます。桃の葉の香りがしてきて、桃の葉の成分が溶け込んだ煮汁が出てきます。ステップ3、煮汁を冷ます。そのまま煮汁が冷めるまで待ちます。冷めたら茶こしなどで葉と煮汁を分けます。ステップ4、煮汁を容器に移す。こした煮汁を清潔な容器に移します。スプレータイプの容器が使いやすく便利です。使い切れない分は別の容器に分けて冷凍保存しておくと良いでしょう。これで桃の葉ローションの完成です。出来上がった桃の葉ローションは防腐剤を使用していませんので、冷蔵庫に保存し、3日から4日ほどで使い切りましょう。煮出した後の桃の葉はお茶パックやガーゼに包んで、入浴剤としてお風呂に入れるのも良いでしょう。肌の状態やお好みに合わせて分量を加減してお使いください。なお、初めて新しい化粧水を作るときは、肌と素材との相性を確かめるためにパッチテストを行います。腕の内側につけて半日から1日様子を見ます。2回目以降に化粧水を作る場合のボトル洗浄方法について、30度以上の焼酎か消毒用エタノールをボトルに少量入れてキャップをし、全体に行き渡るようによく振り、中身を捨ててそのまま自然乾燥させます。これで消毒が完了です。ぜひご自宅で手軽に桃の葉ローション作りを楽しんでみてください。なお、川島屋では桃の葉ローション作りに最適な国産無農薬栽培の乾燥桃の葉を提供しています。また、桃の葉ローション作りの分かりやすいレシピも掲載しています。よろしければ一度川島屋のサイトをご覧ください。それでは、桃の葉ローション作りをお楽しみください。ありがとうございました。川島屋でした。